ウンサーたるものどのような状況であっても冷静にニュースを伝えなければならない。というわけで、さまざまなハプニングが襲いかかる中、動じることなく原稿を読み続けることができるのか。若手チームとベテランチームで対決、妨害ニュースバトル。おはようございます。おはようございます。まずは若手チーム、入社4年目、沢口アナ。どんなことが起こるんですか。最後のニュース。ニュースをお伝えします。まずは速報です。本日、高速増殖炉文殊で生バナナババロアの試食会が開催されました。右耳にミニニキビを作った老若男女が参加しました。最初の難読は難なくクリア。続いては、次です。瀬戸内に春の訪れを告げるイカナゴ漁が始まり、こちらの超強力ライト、思わず顔をしかめながらも何とか読み続ける沢口アナ。そしてさらに、次です。生マグロの水揚げ、那智勝浦町のな勝浦。そう、座っている椅子にはビリビリクッションが。13トンで去年と比べ、那智勝浦町の勝浦が主に毛羽声で泣き、母乳を飲んで元気な様子です。今は白い毛で体が覆われていますが、生後2週間から4週間ほどが同じ。次です。京都市内ではお桜が植えられており見頃を迎えています。月に照らされた桜と川が織りなす風景は春のね、決してめげない沢口アナ。そして最後の仕掛けは、次です。大阪市内のペットショップからさまざまな犬およそ20匹が逃げました。そういうこと。その犬が今スタジオに入ってきたと見られます。と、しっかりアドリブでまとめた沢口アナ。一方、入社5年目の中村アナは、生マグロの年末に、うわを読み続ける気はあるのか。そして最後には、次です。大阪市内のペットショップからボールニシキヘビ1匹が逃げ出しました。ということで、若手チームはご覧の通り、必死で読み続けた沢口アナに対し、絶叫を繰り返した先輩中村アナが足を引っ張る形に。果たしてベテランチームはどうなるのか。おはようございます。まずは入社16年目、虎谷アナ。ニュースをお伝えします。今日未明、アメリカのマサチューセッツ州で新春シャンソン歌手の新春シャンソンショーが行われました。と、見事な滑舌で難読原稿をクリア。次です。瀬戸内に春の訪れを告げるイカナゴ漁が始まり、ライトを全く意に介さず自然に振る舞う虎谷アナ。さらに、年末に海が荒れて出港できなかった漁船も多く、電流に一瞬反応するも、水揚げされた量はおよそ13トンで、耐えながら平然と読み続ける。そして、若手アナが思わず悲鳴を上げてしまった巨大風船も、ような体毛に関わるということです。ような体毛に関わるということです。よう
ような体毛に変わるということです。なんと何事もなかったかのように原稿を読み続けたトライアナ。続く強風大蛇もものともせず、まさにベテランの対応力を見せつけた。仕事ですからね、それが。というわけで、さすがの実力を発揮したベテランチーム、このまま完勝と、なんか。最後にやってきたのは、お願いします。入社14年目、山本アナ。まずは速報です。本日、高速増殖炉文殊で生バナナババロアの試食会が開催されました。難読原稿を楽々クリア、さすがベテラン。生マグロの水揚げで痛い、ちょっと待って。先ほどのトライアナと打って変わり、原稿そっちのけの山本アナ。次です。京都府福知山市でボア家庭で使われなくなり、全国から届けられたものなので、色とりどりに飾られています。鯉のぼりは5月末まで飾られる予定です。よっしゃ、大丈夫だ。次です。横40センチにわたって切られ、しかし可愛いワンちゃんにはビビり倒す山本アナ。ペット苦手、動物苦手、生々しくて、あの骨の部分とかお肉の部分とか、もう今ダメ、ムズムズしてる、高所恐怖症みたいな感じで、高いところ行った感じで。ベテランとは到底思えない動揺ぶりを見せた山本アナ。そんな山本アナにある異変が。山本さん、ちょっとなんか足おかしいですか。そう、これ実は毎回7センチのシークレットブーツ履いてて、ここ膝曲げないとしっかり立てないんですよ。リアクションは正直だが、自分の身長だけは偽る山本アナだった。身長